昨日梅田行ったんやけども、クラウドファンディングをね、ぼちぼちやって金集めようかな。でもね、そういうひらめきがあるってことはすごいことですわ。クラウドファンディング、物販クラウドファンディング多数やって金集めよう。それがね、嬉しい最後の抑えにしてんですわ。最後の抑えで、例えばアフィリエイトとか、自画撮りとかね、これ金稼げんかったら最後の砦で物販クラファンやろうと。それ最後の砦ってね、用ないと思いますが、それね、自分でこう決めとるでしょ。なんとかな、孫子の兵法かなんか、なんとか今度かな、王様のことわざ載ってました。そういう決まりは作るもんでね。あれ男かな、ね、男やな。今からスタイルいいね。まあそういう話でした。やっぱ本読んで正解やね。それで人間ってね、例えば上の人ね、音ばかり立てるけど、どこも出てないってこと怖いんですよ。そういう話でした。わしの知り合いで自閉症の人がおるけどね、大学生、子供1人、2人、3人育てて、1人だけ生かしてね、30年間ぐらい住んどるとか暴れたり言うたらね、やっぱ気が狂うんだね。そういう話でした。以上。